ちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。セーフリーテクト、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ハウスバスター前に行きそうです。プリンスチェーバーそれに続いています。さらにはセーフリーケプト、4番シグナルエイコーン、その後ろアレスストリート、ここから先頭に戻りましょう。先手を取ったのはセーフリーケプト、その外からプリンスチェーバー、大位置をキープしています。合計2戦シグナルエイコーン、そのうちに続いています。並んで7番ファイトオアシス、シャロ、この馬もこのグループ、これに続くのがプレザントチャイム。さあ先頭はハウスバスター、ハウスバスター後続を引き離す。2番手はプリンスチェーバー、合計2戦これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は合計2戦、合計2戦、先頭あと 200m、 合計2戦先頭だ、残り 100m、 合計2戦先頭。2番手はハウスバスター、合計2戦今ゴール、段違いの強さです。合計2戦1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。合計2戦、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。まずまずのスタート、さて何が行くのでしょうか。モンロージーニアス前に行きそうです。ジェットスキーレイディー、それに続いています。さらにはスカーレットブーケ、13番グロリアゴールド、その後ろ後方に控えたのがサッカークラブティー。では前の方から見てみましょう。ジェットスキーレイディー先手を取りました。すぐ後ろにモンロージーニアス、スカーレットブーケ後位をキープ、その外にグロリアゴールド、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはジェットスキーレイディー、フローレスリー、それに続きます。アフターリーグすぐ後ろ、その隣にモンロージーニアス、その外からレジェンドファッション、スカーレットブーケいい位置です。その隣にミクスチェンジ、その横にグロリーサマー、その外からラフネスチーフ、その隣にキャッスルアクト、キャプテンジェネラル、そのうちに続いています。緑の帽子サッカークラブティー、その後ろここでグロリアゴールド先頭に変わりました。ジェットスキーレイディー、ほとんど差がありません。フローレス3番手、スカーレットブーケいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はジェットスキーレイディー、その外からはフローレスリー、スカーレットブーケ後位を追走、ミクスチェンジ、その後ろ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったジェットスキーレイディー、ジェットスキーレイディー先頭、2番手はジェットスキーレイディー、フローレスリー抜けた、ジェットスキーレイディー追いすがります。フローレスリーゴール、フローレスリー1着、2着にはどうやらジェットスキーレイディー、勝ったのはフローレスリー、見事な勝利です。you